ストーンテンプルパイロッツ。ストーンテンプルパイロッツは、アメリカ合衆国サンディエゴ出身のロックバンド。略称は STP。1992年のデビューからアルバムが4作連続でミリオンセールスを達成し、オルタナティブロックバンドとして1990年代に大きな成功を収めた。1986年、ロングビーチで行われたブラックフラッグのライブにて、スコット・ウェイランドとロバート・ディレオが出会う。意気投合した彼らは、スウィングなるバンドを結成。ほどなくして、ロバートの兄、ディーンとエリック・クレッツが加入すると、バンド名を、マイティ・ジョー・ヤングと改める。地元サンディエゴのクラブシーンで徐々に、ファン層を拡大していくが、シカゴ出身の同名のブルースミュージシャンから、訴えられたことで、バンド名のさらを余儀なくされ、数回の改名を経て、ストーンテンプルパイロッツ、STP を名乗ることになった。また、スポーツチームみたい、動物の複数形なのはダサいから、意味につながりなんて全くない単語の羅列で名付けた、というエピソードもある。1992年、アトランティックレコードと契約を交わす。同年、プロデューサーに、ブレンダン・オブライエンを迎えたデビューアルバム、コアを発表。全米2位。700万枚以上の売り上げを記録し、セックスタイプシングやプラッシュといったシングルもヒットした。一方、その音楽性がグランジかぶれだとして強い批判も浴びた。1994年には、セカンドアルバム、パープルを発表。全米1位に輝き、ニルバーナ、パールジャムらの2番煎じという声を跳ね返した。しかし、直後に、ボーカルのウェイランドが、薬物不法所持で逮捕。これ以降、ウェイランドは、私生活でトラブルを繰り返すようになり、他のバンドメンバーとの間に人間関係の溝が生じるとになった。同じ屋根の下で生活しているにもかかわらずウェイランドと他の3人が顔を合わせないという状況で、レコーディングが行われ、1996年にサード、アルバム、バチカンを発表。従来よりメロディを重視する。音楽性へ変化し、全米4位を記録する。ところが、ウェイランドが再び薬物で逮捕され1年間の保護、観察文を受けたことで、ツアーが打ち切られ、売り上げは伸びなかった。この状況に業を煮やした残りの3人のメンバーは、無名のボーカリストを加え、トークショーという名義で活動を開始。一方、ウェイランドもソロアルバム、12 Bar Bluesを発表する。冷却期間を経て、互いの価値を再認識したバンドは関係を修復し、1999年にフォースアルバムNo 4を完成させる。発売直前にウェイランドが薬物関連で1年間服役することになったため、ツアーは彼の出所を待って行われた。2001年にはフィフスアルバムシャングリラ・ディーダをリリース。コーン主催のファミリー・バリューズのヘッドライナーとして、リンキンパークらとツアーを行う。翌2002年には、オズフェストの出演を辞退して、新作に取り掛かるが、秋に、バンドは突如解散。ウェイランドは、元ガンズ&ローゼズのメンバーと組み、ベルベット・リボルバーを始動させた。2008年2月に再結成が発表され、5月から全米ツアーを開始。2010年5月にシックスアルバム、ストーン・テンプル・パイロッツをリリースし、全米初登場2位と復活をアピールした。翌月には、バンド初のライブ映像作品、アライブ・イン・ザ・ウィンディ・シティを発表した。2013年2月、公式サイトにて、ウェイランドの解雇を発表。5月には、リンキンパークのチェスター・ベニントンを迎えたことが明らかになり、新曲、アウト・オブ・タイムも発表された。これに対し、ウェイランドは、自分はまだ STP のメンバーであり、バンドの名義は自分にあると主張。現メンバー側は、ウェイランドが STP デビュー20周年のツアーを保護にしたのが、解雇の理由であると反論し、バンドの法的権利をめぐって、訴訟を提起。ウェイランドも反訴した。9月から全米ツアーを開始し、翌10月には、ストーンテンプルパイロッツウィズ、チェスター・ベニントン名義で新作 EP、ハイライズを発表するも、翌年には、ベニントンが脱退。2015年12月3日、ウェイランドが、ツアーバスの中で亡くなっていたところを発見される。死因は、ドラッグとアルコールを含む薬物等の併用による中毒とされている。2017年7月20日、チェスター・ベニントンがロサンゼルスの自宅で死亡しているのが発見された。家族が外出中の首吊り自殺だった。2016年秋、三代目ボーカリストのオーディションを開催し、オーディション番組 X ファクターで準優勝したジェフ・グートを抜擢。しかし、翌2017年11月14日に音楽番組で本人たちが出演するまで彼の名前は伏せられていた。また当日には番組主催のライブも行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。